本間ただし本間ただしは、昭和時代の内務、警察官僚、幹線の秋田県知事、岡山県知事、福岡県知事、本間慶太郎の長男として生まれる。横浜市中、第二高等学校を経て、1919年7月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業、同年9月、大学院に進み経済行政を専攻した。 1920年7月、神奈川県属となり内務部地方課に配属。同年10月、高等試験行政課試験に合格。1921年8月、神奈川県警視に就任し、以後、沖縄県内務部学務課長、山口県内務部学務平次課長、群馬県書機関、警察部長、山口県書機関、警察部長、長崎県書機関、警察部長、長 栃木県内務部長、広島県書機関内務部長、警視庁警務部長、北海道庁総務部長などを歴任。1937年から翌年まで秋田県知事、1938年7月から内務省警保局長、1939年1月から岡山県知事を務める。再度の警保局長を経て、 1940年4月9日から1943年7月1日まで、福岡県知事を務める。1944年4月、体制翼3会団体局長となり、第2本翼3総年団副団長を経て、1945年6月、関東甲信越地方副総監に就任。同年11月に廃官となり失職し、弁護士登録を行う。 1947年9月に公職追放となった。ありがとうございます。